読み順間違えてた。すいません。あーいいよいいよ。リハです。Thank you.
これなバンド名なんですか？斉藤和義バンド。あ、なんか喋ることありますか？いや。何もないじゃない。皆さんなんか全三人ぐらいは見たことあるんで斉藤和義バンド。まあ、本日残り2名がいないので、チームから。なんか別にあれですよ、なんかクビになったとか、ぐらいの噂されてるんですけど、そういうわけじゃなくて、まあ、ところは、動くささを。カットで。まあ、ちょっと男らしさを求めた結果、進化したらこうなった。タイはないです。進化したらこうなった。あ、板履いてないから。まあ、ちょっと、レースも聞こえます。あ、どうします。次の曲の紹介をします。あ、今の曲、ベリベリーストロング、アイネクライネっていう。で、アイネクライネ。で、次が、歌う会のバラットっていうのを、まあ、生音の方で弾き語りではなく、あの、こういう形でやらせていただいて、まあ、超絶ギターソロが、まあ、アウトロにあると。じゃあ、それを皆さん聴いていただければ。ポイントまで。牛見鷹祭やからな、正直、高音にこれを弾いてほしくて、組んだっていうことらしいです。歌舞台のバラットって歌がやっぱいいからと思うけど、ハンボマスターじゃない？なんか、組みたいな。もう。前みたいにはならないです。そう、その、この歌の主役は実はアウト。熱い。よし。夢の中に映る夏の
ねー。